ンポン。ああ、遅刻遅刻。あ、先生、先生はお前や。すみません、遅刻しちゃいました。なんで遅刻したのか聞いてください。面倒聞いてくれないと泣きます。脅し文句が斬新。しゃあないな。なんで遅刻したんや。だって、お前が起こしてくれないからだろ。しばき倒すぞ。このように、世間では、面白い遅刻の理由があると、巷で話題に。こいついつも話題になってんな。これが遅刻理由リストです。はあ、あかりちゃん読んで。はい。まあええけど、なになに？ドアが開かなくて必死に押してたら、引き戸でした。うちは回転扉ですけどね。どこで対抗しとんねん。次、3歩進んで、2歩下がるを繰り返してました。私は1歩進んで2歩下がりますけどね。下がってんじゃねえか。進め。次、今日、瞬足履いてこなかったので。ああ、私はちゃんと履いてますよ。瞬足、履いてんのかよ。あれ？これたわしだわ。どこを押すれば間違えられんだボケ。整いました。急に整うなバカタレ。瞬足とかけまして。はい、生物と解きます。その心は？どちらも足が速いでしょう。とりあえずその顔が腹立つ。ピンポン。私のことどう思います？ん？ IQ に詰まりいじりたくなるほど可愛くて逆に天才的なアホってことですか？奇跡的に着地点だけ合っとるわ。急にどないしたんや。いや、私、客観性って大切だと思うんです。急にまともな話し始めてどないしたん？風邪か？バカは風邪ひきません。奇跡的に使い方合っとるわ。まあ、確かに客観性ってのは大切やな。物事を考える上で、最も重要な要素と言っても過言ではないな。そうですよね。なので、私のことどう思います？ああ、他人から見た自分のことを知りたいんやな。ビグタクトリー！うわうっちゃ、せやな。先生はほら、ボケ担当やから、一見、周りからはアホの子に見られがちやん。でもな、うちは、先生と一緒に部活とか、ゲーム実況をして、結構な時間を一緒に過ごしたやんか。それでいろいろ思うところがあってな、うち思ったんや。やっぱこいつアホやって、つまり、だからアホやっつってるやろのアホ、つまり、可愛くて、天才的でビューティフルなアホってことですか？着地点が合ってるからもうそれでええわ。逆に、うちのことはどう思ってんねん。鬼畜巨乳、もろくそ言うなお前。じゃあこれでいかがでしょう。鬼父。いかがじゃねえよ。ちょっと可愛いあだ名つけてやったじゃ、へへ。みたいな満面の笑みやめろや。まああれですね。結論、ゆかり先生は巨乳。結論がおかしい。ピンポン。ああ、忙しい。はあ、ああ、勉強忙しいわ。やかましいな。なんや急に似合わんことして。いやいや、似合わんことって。もうこんな時期なんだから、あかりちゃんも、しっかり受験勉強しないとダメですよ。さすがにまだ早すぎるやろ。いやいや、夏は受験生の追い込み時期。夏を制する者が、受験を制すると言っても過言では。つかぬことをお聞きしますが、なんや、あかりちゃんはおいくつですか？ 15 や。先生はいくつなん？ 18 です。年上、先生、そんな年してそのアホっぷりは飽きませんよ。アホとはなんだ、私が、ほんとうるせえな。ということは、先生はあかりちゃんより3つもお姉さんなんですね。まあ、せやな、お姉ちゃんって呼んで。あれ聞こえませんでしたかね？お姉ちゃんって呼んで。お姉ちゃん。資格のインパクトで攻めるのやめろ。ねえ、お姉ちゃんって、いやや、言って、いやや、言って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 。って感じで泣きわめく予定ですよ。いいんですか？ああ、まだ泣きわめいてねえのかよ。わかりづらいからやめろ。一回だけ。くう、しゃあないな。一回だけやで。やったー。ちょっと話出しときますね。やめてください。行くで。ゆかり、お姉ちゃん。うっほー。目覚めた。目覚めんな。寝てろ。